生産名学チャンネルの松本よ子です。今から1974年1月20日生まれの方の運勢本質について、また運勢を落とさない方法、開運方法を話します。人の質が分かり、鑑定レベルの内容で永久保存版です。人間関係が楽になり、また社長さんは人事採用の参考にもなります。 その前に私の方でオンライン個人鑑定もやっておりますので、個人鑑定を受けたいなと思われる方は、概要欄にリンクを設けておりますので、こちらからご依頼ください。では、早速本題に入っていきたいと思います。1974年1月20日生まれの方について、まずポイントを一言でお話しします。後半に、天注札の技いを避け、運勢を落とさない方法、守護神カラーで運勢を上げる方法などをお話しします。 えー、1974年1月20日生まれの方の本質を一言で言うと、金生とプライドですね。金生とプライドを持った方に、えー、なりますね。まあ、美男美女が多いんじゃないでしょうかね。あのー、この日の生まれの方は、多分綺麗なあ容姿の方が多いと思います。女性も男性もですね。と思います。うそういう,うものをお持ちの方ですね。 えーまあ、本質は闘争心はでもね、えーえーえー、闘争心じゃないや、品性とプライドがすごく高いというかね、品のいい方が多いですね。なんか割とお上品というかね、えー、なんかあのお,おしゃれとかもね、割と品のいいおしゃれをする方が多いと思います。で、お顔もね、綺麗でね。 えー、何かと目立つ方なんじゃないかなと思います。仕事はですね、クリエイティブな仕事に向いてますね。頭使う仕事ですね。すごい、あ、すっごくこの人、頭のいい人ですね。すごいな、頭いい、頭いいですね。頭が良くて、なかなかね、信念をぶれないで貫くと、すごい運勢の上がる人ですね。行動力もありますし、まあでもね、結構、あの、 かわいいところ、天然なところもあって、人に好かれるんじゃないですかね。そういうものをお持ちですね。えーけえー、そうですね、仕事はだから、まあ、クリエイティブな仕事ですね。例えば、アプリの開発するとか、ソフトの開発をやるとか、なんかこう、アイデアを生かした仕事になると、一番運勢が上がりやすい人ですね。人がやってないことをやると、この人はガンガン伸びていく、うん、ということになりますね。 えー、それからあ結婚においてはですね、配偶者に尽くす人になりがちですね。配偶者にこの方が尽くせば、家庭は円満で楽しい生活を送れると思います。守護神カラーはですね赤ですね、えー。守護神カラーの使い方は、天が味方してくれるので、勝負ごと婚活日、契約の日、受験の日などに身につけると、天が味方してくれると言われています。 えー、天中殺はですね、えー、寝牛天中殺といいまして、ねずみ年と牛年の時が天中殺で、あと毎年12月と1月は天中殺好きになっておりますので、えー、お気をつけくださいということで、天中殺を乗り切り、運勢を下げない方法はたった一つです。欲を出さないでいくと大丈夫ですということですね。 えー、そういうふうにいかれると、この方の人生は素晴らしいものになると思います。では、最後にもう一度、オンライン個人鑑定をやっておりますので、ね、個人鑑定を受けたいなと思われる方は、概要欄に個人鑑定のリンクを貼っておりますので、私は直接お話をして、ご生産名学であなたの今後の人生をえるに導かせていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。